はい、僕の ZRV は EHV の Z の 4WD ですね。クリスタルブラックパール。もうちょうどね、納車してから1年ぐらい経ってますね。12ヶ月目。走行距離が2万670キロですね。約2万キロ。で、障害燃費がホンダトータルケアっていうアプリで見ると 19.0 ですんで、まあちょっとね、カタログの WLTC の燃費よりはちょっと落ちてますけども、まあまあ優秀かなと思います。じゃあ、とても気に入って乗ってますね。めちゃくちゃ気に入ってるって言ってもいいですね、これね。ほんと。何が気に入ってるかっていうとね、やっぱ乗り味っていうかな。やっぱ走りですよね。走りの満足度が高い、この SUV。もう散々僕は言ってきてますけどね。特にまあ乗り心地ね、まあ、ZR-V 検討中の方は一番気になるところって乗り心地じゃないかなと思うんでね、ちょっとね国道1号線を走らせながらね話していこうかなと思います。だらだらと。いや結構ねいろんな僕 SUV 乗ってますけど、まあ乗り比べ、マツダの SUV とかね、ハリアなんか、現行のハリアなんか所有してたしね、現行のラブ4も所有してたし、今ベゼルも所有してるんでね、まあ、いろんな SUV 乗ってるんで、まあそれとの比較なんかもできるんですけど、まあ、この ZR-V の乗り心地は僕一番気に入ってるんですよね。僕はソフトな乗り味好きなんですけど、この ZR-V って、まあ単純なソフトかハードかって言われたら、どっちかというとハードですね。もう明らかにこれを柔らかい足回りって答える人はもう100人乗ってそんなに90人は硬い方に答えると思う。まあ硬いか柔らかいかって言われる2択で選べばそっちですよね。本当ね、CX5 とかと乗り比べたりいろいろしてるんですけど、パッと乗った感じはやっぱりね、 ZR-V ってすごく路面からの入力があるなって思いますよ。そう思う。本当乗り比べると本当わかるもんね。ただこれがね、気持ちがいいんですよ、本当。このね、路面からの入力が妙に気持ちいいんですよ。そういう風に伝わるようにうまく作ってるホンダ車っていうのは本当に。まあ僕シビックも乗ってました、この現行シビックね。で、現行のシビックの足回りとか走りがすごく良かったんで、 ZR-V に乗り換えたわけですよね、井の一番に。一時期ほんのわずかな部分シビックと共用してましたけど、だからね、乗り味っていうか乗り心地もすごくシビックと共通してる。実際フロントサスペンションとかシビックなのかな。あとプラットフォームなんかもかなりシビックの、と CRV が入ってるのかな。リアが CRV なのかな、サスペンション。だけどね、本当シビックをほんとちょっと背を高くしたって感じですね。家族が乗ってもそう言います。ほんと。シビックの乗り心地だねって。これはね、シビックの方がまあタイヤの扁平率とかね、あっち 40% だから、こっち 55% で、割とエアボリュームあるんで、その辺の差があって、ちょっとこっちの方がソフトな感じしますけど、結構サスはね、固めてるっていうか、僕がよく表現するのは、さぬきうどん。腰のある、さぬきうどんって感じ。入力があっても、すごく鋭く感じないんですよ。うまく、尖ってないんで、腰がある、弾力のあるうどんって感じですね、ほんと。弾力のある枕っていうのかな。そういう感じ。硬いけど心地よいっていう。硬くて、しっかりした足回りな分ね、すごく、運転してるなっていう感覚がありますよね。グリップ感が出るんですよ。まあ、ロールしないですよね。足がしっかりしてるから、こういうふうにグラン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 しないってこと。
わかりやすく言うと。ラブ4とか、ハリアーとかも結構足は硬いですね。硬い。でも、フラットライドになってて、すごく路面がいいとこはスーッと行きます、すごく。ただ、激しい段差とかね、そこでの処理がやっぱりホンダの方がうまいと思う。そこのフラットに行ってするとバーンとあんまり山が上がらないっていう感じなんですよ。山はあるんですけど、山はあるんだけど、その尖り方がね非常にすり鉢状っていうのかな。ちょうど今大磯にね、高麗山みたいなのがこんもりした山が見えてますけど、そういう山になってる。ほんとそこら辺がうまくね、処理できてるんですよね。これが僕ホンダ車を最近ね好んで乗ってる理由ですね。これはZRV だけじゃなくてシビックなんかもそうだから、フィットとかもそう、NBOX でもそれの技術は存分に生かされてますね。ほんとこれ足を固めてるんですけど、抜けを作ってるんですよ。ほんとうまく、ボディにうまいとことなんか衝撃の抜けを作ってる。よく最近もう剛性がいいとか言うでしょ。剛性すごく剛性感がある乗り心地と。だから剛性感高まるとガッチリした箱になるから衝撃の逃げ場がないんですよ。それはね理解しとかなきゃいけないことですけど、これはねホンダの技術者たちはこれね本当うまくどっかに穴開けたりとかしてね、あとボディから逃がしてですよ、なんか衝撃を。だから鋭く山にならないですね本当。まあ足回りのパーツもいいの使ってると思うんですけど、ダンパーとかね、そのすごくこだわりの、いろんな工夫がされてると思うんですけど、やっぱねホンダって技術研究所なんです。本当ホンダ技研っていうでしょ、あれ技術研究所の略なんですけど、もうすごい技術を開発にこだわってるんですよこれ。乗ればね本当違いがだんだんわかると思う。所有してね、まあ感覚が鋭い人とかだともう乗り比べるとその感覚がそのノウハウとかな、ホンダ車のすごい優れた点がすぐ分かるかと思うんですけど、まあ所有してもうしばらく乗るとね、やっぱりああすごいんだなとか思うかもしれない。そうよくね5と10って僕言うんですよ。このまあこの開発コンセプトの中のね、キーワードにも5と10、ちょうどラオウとケンシロウ、ラオウとトキね、ラオウ、まあ、北斗の拳の話ね北斗の拳のラオウってゴーじゃないですよ。ゴートキってサッと逃げていく銃でしょ。それが組み合わさって、無双転生しちゃったケンシロウみたいなそういうイメージかな。すごく褒めた表現すると、そういう感覚がある。だからすごく足回りがしっかりしてて、それで入力がうまく丸められてるんで、足が固められたところのいいところだけが気持ちよく伝わってくるっていうかな。神経直結とか書いてあるでしょこの ZRV に。これは意のままにね操れてる感じ。やっぱ足回りがね柔らかいとグニャングニャングニャングニャするから、思いのまま操ってる感じが出ないわけですよ。腰があるしっかりした足回りだから、傾くときにグーッと曲がっていかないで、このフラットな平行状態で曲がっていけるっていう、まあ、それは非常に車の根本的な足回りの話なんですけど、まあ、そう足回り固めちゃうとガン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 来ちゃって同乗者とか運転者もあんまり気持ちよくないんだけど、それをね多分すごく工夫に工夫を重ねてね、ここ10年ぐらいでめちゃくちゃ良くしてるホンダ車。なんかこういうザラついた路面が結構ゴンゴン入ってくるんですけど、これが心地いい、この心地いい感触を確かめながら走らせていくのがすごく僕は好きな作業なんですよね。
ドライブのね楽しみっていうのかな、このフィーリングがすごく合ってる。国道1号線ってこれねすごく気持ちがいいんですよこれ。空いてる時は信号ばっかりの都市部はダメですよ。今大磯あたり走ってるのかな。この辺ってすごく気持ちよく走れます。軽く気持ちよくマインディングしていくんですよ。鋭すぎないマインディングなの。僕ってあんまりねちょっと特殊なのかもしれないけど峠とかダメなんですよ。まあ峠も面白いですよ、すごく七曲がりみたいな、ああいう道もいいけど、あれ結構忙しいじゃないですか結構。それよりも、まあ、旧街道みたいな田舎の国道みたいなのをこういう軽くワインディングしたところを走らせていくのが好き。この ZR-V もねこういうウェットコンディションで少し濡れた状態で乗り心地がよく感じるんですよ。これウェットコンディションでね本当水の摩擦低減でねすごく気持ちはいい感じなんですよね。おまけに 4WD モデルだからすごく安定感もあるし、いやーこのね走りが気持ちいい、官能的、閲楽度が高い ZR-V。これはやっぱいろんなものが結集してできてる感覚なんですけど、大きな要因としてこの足のね、チューニングセッティングが絶妙でも、もっと良くなると思う。本当ちょっと同乗者にはね硬く感じると思うんですよね。僕も助手席に乗ってる、この前ちょっと助手席で運転感覚をちょっと確認したんですけど、運転感覚じゃないか、乗り心地の感覚をね、あれこれこんな硬いんだと思ったもんな。あと後席とか、これマイチェンしたら相当また良くなるんじゃないですかね。ベゼルもマイチェンしたらすごい良くなって、その走りに惚れ惚れして今ベゼル注文してね納車されたところですけど、この ZR-V 新開発の SUV でこんだけの完成度を誇ってるから、マイチェンしたらさらに良くなると思う。ホンダ車だけじゃないかもしれないけど、やっぱ車って最初ねやっぱ硬い感じですね。シビックなんかもそうかもしれないけど、最初に新型がバンと出るじゃないですか、フルモデルチェンジした。そういう時はだいたい足回りが硬いですねちょっとね、でマイチェンとか年次改良とかしながら足回りをうまくね合わせていくっていうかな、マイルドっていうか、より乗り心地がいいものにしていくって感じかもしれない。これはいろんな要因があるかもしれないですけど、やっぱ走りが好きな人ってもう真っ先に買うからね、そういう人たちはちょっと固めの方が満足するだろうとか、そういう意図があるかもしれないね。もう新しい ZR-V っていうか新しいシビックが出たらもう真っ先に頼もうっていう人は相当固めの足回りが好きなんじゃないかなとか、そういう思惑があるかもしれないですけどね。